いよいよ最終決戦だね。異界の扉まではこのソラネルで向かう。邪竜ソンブルの元に行けば無事で戻ってこられる保証はない。覚悟と準備はいいかい？このまま上昇すればソンブルの元に行けるんですね。必ず勝利し、共にこの大地へ戻ってきましょう。そうだね、また共に。マルス、体が。これ以上は隠しきれないみたいだね。隠す？何をです？君に言っておかなければいけないことがある。異界の扉が開いたことでこの世界の力は不安定になっている。僕のように実体を持たない紋章師は姿を保つことが難しくなるだろう。そうだったんですか？ごめんなさい、気がつかずに。でも異界の扉が開いているせいであれば、閉めた後はまた安定するということですよね。扉を閉めることができたらマルスたちが消えかけることもなくなるのでしょう。異界の扉は閉じる瞬間、その最後にも強い歪みが発生する。次に異界の扉を閉めたら僕たちは確実にその歪みに耐えきれない。どういうことですか？この戦いが終わったら君を除いた12の紋章師は全て消滅する。じゃあソンブルに勝って異界の扉を閉めることができてもマルスたちとお別れなんですか？ああ。そんなことって、ずっと一緒だったのに消えてしまうなんて寂しいですよ、マルス。あなたたちと会えなくなるだなんて嫌です。では異界の扉を閉めることを諦めるかい？この世界のみんなが危険にさらされるとしても。それはいいんだ。僕たちはもともとこの世界のために具現した存在。この世界のために消えるのなら本望さ。一緒に世界を見て回る約束は叶えられそうにありませんね。すまない。謝らないでください。私こそ困らせてすみませんでした。分かっています。叶えられる約束ばかりではないことは、それでもあの時マルスとの未来を夢見たこと、そばにいるとうなずいてくれたこと、嬉しかったです。まだ叶えられる約束もあるさ。覚えているかい？目覚めた日、あの草原で初めて君が僕を呼んだ時のこと。最後まで君の力となろう、そう言ったことを。はい。あの約束だけは必ず果たす。この戦の最後まで共に。マルスは優しいですね。最初からずっと。君も優しいよ。だからここまで来られた。決して紋章師の力だけではない。君がいたからみんなここにいるんだよ。ありがとう、マルス。さあ顔を上げて、もうすぐ異界の扉に着く。はい。ここが異界の扉。とても綺麗。でもすごく寒い。なぜ貴様らがここにいる？ソンブル。パパ。たどり着けぬはず。いいな、生きておらぬはずだ。貴様らを見くびっていたようだな。ソンブル、あなたを止めに来ました。この世界を救うために。ならば元いた地に戻り扉を閉めるがよい。矮小な大地の平穏などくれてやるわ。世界からは我がいなくなり、
我は異界へと旅立てる。双方利のある結末ではないか。ふざけないでください。再びエレオス大陸を襲わないと信じられるとでも？それにあれだけの犠牲を出した存在をこのまま野放しにはできません。私たちがここで倒す。あなたの望む異界への進行は阻止します。ほう、我の願いは異界への進行などという陳腐な言葉で語られるか。違うのですか？違いはせぬ。だが過程でしかない。我の真の望みは開口だ。ゼロ番目の紋章師との。ゼロ番目の紋章師？そんな存在聞いたことがない。であろうな。その紋章師は正確にはこの世界の存在ではない。そして我もソンブルがこの世界の存在ではない。扉の先には無数の異界がある。我が故郷はその中の一つだ。そこではまた別の紋章師たちが権限され、指輪を求め争いが起きていた。我が一族は戦に敗れ、指輪の力を得た敵勢力は一族を抹殺した。まだ幼かった我だけは慈悲をかけられ、異界へと追放されたがな。異界？このエレオス大陸のことか。神たる竜がすべし争いのない世界、そこで平凡に生きることを願われたのだろう。だが我はその時密かに持っていたのだ。一つの指輪、一人の紋章師を。それがこの世界のものではない。ゼロ番目の紋章師。我の力では意思の疎通は叶わなかったが、元いた世界では礎の紋章師と称されていた。その逸話はただ一人で戦い、ただ一人で野望を成し遂げたもの。脆弱で孤独だった我はそのもののあり方に惹かれた。ただ一人この世界に閉じ込められ、家族も仲間も持たぬ我の唯一の励ましであった。その紋章師はおそらく強大な力を持っていたんだね。もともと存在していた世界から移動なんてしたら普通は消えてしまう。異界で姿を保っていたのなら並大抵の力ではない。ですが開口を望むということは、その紋章師は消えたのですよね。エレオスに来て幾年が過ぎ、人間が我を見つけた頃にな。人間たちは我を憐れみ、捨て子と思い世話をした。我は初めてこの世界の者とのつながりを得た。それからほどなくして紋章師は消えた。指輪だけを残して異界の者と縁にしを結んだ我を見限ったに違いない。我は絶望し悔やみ、そしてその村を焼いた。誓ったのだ、我は一人でよいと。あの紋章師のように一人で野望を成し遂げると。元いた異界に戻り復讐をするために、ただ一人で戦い、思いを誰とも分かち合わず、気の遠くなるような歳月をかけ駒を増やし領土を広げ、気が熟した頃戦を仕掛けた。千年前の戦争はそういうことだったんですか？でもパパはこの世界で一人ではなかったわ。ママは
なたを心から愛していた。お城にいた人や信徒のみんな、死んだ他の兄弟たち、セピアもグリもマロンもモーブも、私とお兄ちゃんだって、かつてはあなたのために。お前たちは全て駒だ。駒を動かすは我一人の采配。そして駒は処分してしまえばなかったことと同義だ。だから殺したっていうの？みんな私たちにも死んでほしいと思ったの？ああ。ひどい。紋章師は本当にあなたを見限って消えたのですか？何？礎の紋章師が本当に一人きりで戦った英雄なら、その孤独を誰よりも分かっていたはずです。追放されたあなたを心配してそばにいたけれど、この世界の存在と絆を結んだ姿を見て安心して消えていったのではないですか？あなたが誰かと絆を結ぶことを誰より望んでいたのではないですか？貴様にあの紋章師の何が分かる？分かりません。もういないのなら、何も伝えず消えてしまったのなら、その紋章師の真意は誰にもわからない。あなたにさえもわからないんです。ならば会いに行けばよい。探すつもりだった、この異界の先まで。ソンブル、礎の紋章師はもうどこにもいない。消えてしまった以上、この先どれほど探しても無駄だ。元になった存在に出会うことはできるかもしれないが、紋章師とは、元になった英雄とは別のもの。その紋章師自身に会うことは二度とできない。黙れ。あなたの無念は理解できます。ですが、野望のために全てを犠牲にするなんて、自分の子さえ、世界さえも滅ぼすだなんて、間違っています。黙れ。貴様らには分からぬ。あの者がいなければ我は何者にもなれなかった。何の力も持たずに虫けらのように死んでいた。貴様らのように群れて吠えるしかできぬ下船と違い、あの者は孤高で気高く強かった。この我に生きる意味を、ただ一人で戦い復讐せよとの啓示をくれたのだ。紋章師は世界の破壊は望まない。それは君の勘違いだ。僕たちは神竜との絆に従い、世界を良くするための力を授けに来たんだ。それを悪しきことに使うのは見過ごせない。うるさい。貴様らが何とざれ言を抜かそうと、我は止まるわけにはいかぬ。やっとこの時が来たのだ。我が数千年の悲願、阻むならばここで果てよ。来ます。みんな戦闘準備を。ここで引き裂いてくれる。みんな、何が起こったの？
これより異界の扉を閉ざす。もとよりこうすればよかったのだ。次元の歪みが大きくなれば、貴様らのような脆弱な紋章師は耐えきれない。まさかこんな終わりだなんて。でも僕はマルス紋章師が。彼は覚悟していましたけれど、こんな形で。紋章師は消えた。もうすぐ扉は完全に閉じられる。喜べ、愛しき世界の平和は守られるぞ。貴様らは帰れず、ここで死に、我の絶望を知るがよい。帰れなくなるのか。元より死は覚悟していた。だが、すまない、ブロディアの民を。イルシオンの民に顔向けができないわね。ごめん、母さん。終わりだ。せめてこの手で楽にしてやろう。我がこの世界にいた証しごとすべて跡形もなく消し去ってくれる。させません。なんだと。諦めませんよ。扉はまだ閉まっていない。私の力で紋章師をもう一度権限します。信じてください。みんな、みんなの思いがあれば私はそれだけで強くなれる。信じるわ、お兄ちゃん。ベイル、私もあなたに力を送る。竜に乗れなくても、紋章師を権限できなくても、私も竜の王族よ。私にだって何かできる。はい、僕たちも立ち上がろう。今まで何度も助けられてきたんだ。今度は僕たちが君の助けに。シュンとしてちゃダメだよね。顔上げて前向いて、勝利と神竜様を信じるのみ。神参を経て味わう勝利は甘美なのだろうな。極上の結果となるよう私も腕を振るおう。信じれば叶う。不思議だけれど世の真理だ。どうかあの星の彼方より愛しき紋章の帰還を。神竜様、紋章師様、一介の聖職者の祈りですが、どうか旧姓の主の力とならんこと。父上、そして志半ばで散った兵たちの思いも皆捧げよう。神竜様、どうか。私の神様、今度は私があなたの力になるわ。これまで救われた思いの全てをあなたに。信頼か。そのような温かな力がまだ俺にもあるのなら、その全てを貴殿に。ここから逆転する気？いいね。俺は神竜様のそういうところが大好きだよ。おう、上等ですわ。最後くらいこうバチコーンと盛大にかましてやりましょうでございますですわ。そうだよ、このままじゃダメだ。この場所を絵にしたら、やっぱりそこには紋章師がいないとね。私が神竜様を全力で信じたら激烈すごい力になると思いますが、すみません。神竜様はいくつも奇跡を起こしてきたんじゃ。疑いもなく信ずるに決まっておろう。同じ竜としてあなたに力を。奇跡を起こすために、ここでパパを止めるために。こしゃくの、すべては無駄なあがきと知れ。お願いです、どうか最後にもう一度答えて、私たちとエンゲージしてください。輝け、始まりのエンブレム。
マルス守れ響きのエンブレム、セリカ伝えよ、聖戦のエンブレム、シグルド解き放て、系譜のエンブレム、リーフ立ち向かえ、封印のエンブレム、ロイ吹き渡れ、烈火のエンブレム、リン晴れ渡れ、テーマのエンブレム、エイリーク戦え、草原のエンブレム、アイク癒せ、暁のエンブレム、ニカヤ燃え上がれ、覚醒のエンブレム、ルキナ吠えろ、選択のエンブレム、カムイ教えよ、風化のエンブレム、ベルト。そして私こそが、つなげよ、ファイヤーエンブレム。何、13の紋章師、そして仲間たちがお相手します。この先いつ分かたれても構わない、二度と会えなくとも後悔はしない、ですが今この時だけはみんなで共に。それこそ風前の灯火め、消える前の光め、絆を深めるほどに絶望を深くすることに気づかぬか、己の首を絞めて何になる、絆を結んで何になる、諦めて散れ愚かな子よ。ええ、私は愚かです。愚かで弱くて考えなしで、一人では何もできない、だからみんなといるんです、みんながそばにいてくれるんです。絆が引き裂かれた時、強い絶望が生まれるというのなら、裂かれた絆をつないだ時、より強い希望だって生まれます。裂かれれば求め合う、その絆は前よりも強くなる。何度分かたれ踏みにじられても、私がつなぎ直す。あなたをどこへも行かせはしない、今ここで止めてみせます。覚悟してください、邪竜ソンブル。やってみせます。神竜として、私の勝ちです。了解。さあ踊ろう。エンブレムエンゲージ。分かったわ。エンブレムエンゲージ。哀れみをあげる。焦らず戦いましょう。敵を食い尽くしてやろう。
いましょう。紋章師様、どうかご加護。了解だ。エンブレム、エンゲージ。違いません。エンブレム、エンゲージ。行きます。さらに可愛くなりますね。行こう。はせさんじます。おエンブレムエンゲージ。行こうか。するほど甘くはない。
けられないから。信じるよ。お先。希望はここにある。まだです。せよ。いいお風でします。お前か、父を忘れ神竜となるとは哀れな子よ。親殺しなど許されぬぞ。その言葉そのままお返しします。あなたは世界を、自分の子を捨て駒とした。それで許されると本当に思っているんですか。言ったであろう。我にとってこの世界は無価値。子らも民も世界も貴様も同じこと。ここを旅立ちどこかであったとしても覚えてはおらぬだ。そして同じ過ちを繰り返すのですね。本当に哀れなのはどちらでしょうか。お先。助力する。はっ。はい。
これが戦。ほらほら、心配ない。私は絶対に負けん。私の憧れと親子としての時間は最後まで叶わなかったけど、でも途中で消えなくてよかった、諦めなくてよかった。こうしてあなたを倒すことができるから。意地が悪いな。さすがは我が子と言うべきか。見ていて、ママ、あなたの願い通り、私が必ずパパを止めてみせる。眠りなさい。エンゲージビーム。するな、虫けらども。していなかったと思うか。礎の紋章師との開口は叶わなかったが、それに匹敵するほどの力の者たちを牽引した。かつて世界を絶望に陥れた闇の紋章師たちを。闇の紋章師、この気配、ひょっとして僕らの元となった存在と戦いを繰り広げた者たち。対応する紋章師がいれば有利に戦えるはずだ。今は気配が混沌としていて特定ができないが、
近くに行けば何かわかるかもしれない。慎重に進軍してくれ。死にたくなければ下がっていろ。許されるなら私に力を。ブレムエンゲージ。
エンブレム・エンゲージ。一気に撃破する。エンブレム、エタニティ。正しき竜となる力を。みんな、私が守ってみせる。
余裕です。生きる、そのためなら。はあ、恐れることなどない。正しき心で共に。
沈めない。なんで過ちを繰り返すの。神龍様の啓示が。破壊されました。今が好機です。勇敢な仲間たちだ。
の可能性を信じるよ。する時まで考え事をしていた。私が守ってみせる。
いつですね。死んでない、しぶてえな。おお、舐めてんのか。いいお風でします。そうか、やはりもう会えぬのだな。私たちの勝ちです、ソンブル。そうか、私は帰れぬのだな。だがそれもよい、もう疲れてしまった。あの者の影を追い続けるのにも。礎の紋章師のこと、ふとした時に思い出すのだ。森の中に、岩陰に、木のむくろのそばに、あの者がいるような気がして。しかし、もうそれも終わる。一人でいることを選んだのに、なぜその紋章師のことを求めるのですか。認められたかったのかもしれぬ。一人きりだった私は、ここまで来られたことを、ただ認識し、肯定して欲しかった。世界から拒まれた私を、ただ誰かに。それは私ではダメだったのですか、ベイルや他の兄弟たちでも。そうすればこんな戦は起きなかったかもしれないのに。誰こと、私はこの世界に何の絆もいらぬ。そうですか、ならば最後まで父さんとは呼びません。あなたは私にとって憎むべき悪、倒した邪竜として覚えています。これからも。好きにしろ、私は一人、死する時とて同じこと。迎えも慈悲も哀れみも不要、同型にも会えずに、ただ消えるのみ。呪文は覚えていないのですか。何、礎の紋章師の呪文です。すでに試した、何度も何度も。だが二度と現れはしなかった。それでももう一度呼ぶ価値はあるかもしれません。これが最後なら。ガッセン、ココセン、礎の縁。
ンブレム。見えているのでしょう。ただ一人心を許した懐かしい友の姿が。さあ行こう。あの時のように私とエンゲージ。ソンブルは消滅しました。礎の紋章師の指輪とともに、これでこの戦いは終わりです。帰りましょう。私たちの世界へ。そして異界の扉を完全に閉じなければ。異界の扉が閉じていきます。完全に閉まれば世界は安定を取り戻し、この戦は終わります。やったね。お別れなんですね。今度こそ本当にありがとう。素晴らしい旅だった。それはこちらのセリフですよ。寂しいですマルス。でももう弱音は吐きません。最後まで力になると。その約束を果たしてくれてありがとう。私はもっと強くなりますから。強くなったよ君は。千年前よりも、あの日目覚めた時よりもずっと、ルミエルや僕たちのいないこの世界で君が僕たちを継いでいくんだ。僕たちはここで消えてしまう。もう助けてあげることはできなくなるけれど、今度は君がみんなを助けてあげるんだよ。神竜として、そして紋章師として。はい。助けられるばっかりじゃないわ。お兄ちゃんのことは私たちが助ける。マルスたちの代わりにはなれないが、何かあれば全力で守るさ。だからどうか安心して。ダメで、最後だと思うと涙が。いかんな。引き止めることは叶わないのに、そうしたいと願ってやまない。そりゃ寂しいよ。せっかくお話できたのに、もう会えなくなっちゃうなんて。泣くな。シグルド、お前たちはこれからこの世界を背負っていくのだろう。ならば胸を張れ。涙を見せるなとは言わない。だがせめて今この時だけは。シグルドの言う通りだね。僕も別れの時は笑顔がいい。最後に見る君たちの顔は明るい方がいい。わかりました。どうやらお別れのようだ。だが共に学んだことは消えはしない。会えなくなるのは寂しいですが、私はずっと皆さんを、この道の先を思っています。素晴らしい未来を
気づいていってください。どれだけ遠く離れようとも、私たちの魂は共に。大丈夫、あなたたちの未来は希望に、温かなイメージに満ちているわ。平和で豊かな世界を作っていけ。お前たちならできる。いや、そうするんだ。ずっと祈っています。ここが優しさと笑顔にあふれた世界になることを。一緒に戦えて楽しかったわ。あなたたちの行く道に、母なる大地と父なる空の祝福を。出会えて本当に良かった。この地が君たちの理想郷になることを願っているよ。国と国とが手を取り合い、力を合わせて行けるなら、どんな困難にも決して負けはしないさ。愛を知り、悲しみを知り、絆を知る君に不可能なことなどない。光と共にあらんことを。神竜として慈愛の心で人々を見守ってあげて。永遠にその幸福な日々が続くことを願っているわ。もう時間だ。はい、ありがとう。絆をつなぐエニシの紋章師、僕らの同胞よ。もしもいつかまた会える時が来るまで、覚えておいてくれ、僕たちのことを。この世界に確かに存在した13のエンブレムのことを。いつまでも覚えています。名前も声も交わした言葉も。私たちの絆はつながっています。会えなくてもずっとずっと最後まで力になってくれてありがとう。さようなら、紋章師たち。私の同胞よ。とても強かった。そばにいてくれて勇気がもらえた。次は私があなたたちのようになってみせる。この気持ちを忘れたりしません。約束です。さあみんな帰りましょう。私たちのエレオスに。
今日は私の戴冠式なんです。ついに新竜王として即位するんですよ。本当ならみんなにも晴れ姿を見てほしかったんですが、仕方ないですね。輝け始まりのエンブレムなんてね。いつかまた会えるでしょうか。はあ、こんなところにいた。探したんだぞ。みんな、もう戴冠式が始まってしまうぞ。ああ、まだ着替えも終わってないのね。バレちゃいましたか。ほら早く行くよ。引っ張らないでください。あ、アイルさん、いつかまた。君が望めばエニシは何度でもつながる。その時はもう一度僕たちと Engage しよう。